キップリバ電鉄改札口電鉄ホーム営東保駅は、大韓民国ソウル特別市営東北営東歩道に、ある、韓国鉄道公社の駅。乗り入れている路線は、全路名称上は、京府線一路線のみであるが、当駅に停車する、KTXITX、セマウルセマウル号、ムグンファ号、ヌリロ、京府電鉄線電車の多く型路線に直通する。 京府電鉄線の駅番号は、当駅の駅舎は民間事業者が運営する民主駅舎で地上駅である。ロッテ建設によって1990年に竣工されたもので、ソウル特別市としては初の事例であった。ロッテ百貨店へ東宝店、ロッテシネマへ東宝が併設している。ホームは5面9線を有する。2010年11月1日に、 KTX が定期的に停車する前から KTX が停車できる20両分のホームが備わっている。実際に観光用に KTX が停車していたことがあり、またソウル駅付近で問題がある場合に非常用に A 東保駅に停車した場合もあった。なお、停車は京府高速鉄道の水原経由列車に限られ高速線光明経由の列車は停車しない。 ソウル駅と並んで、江東方駅の周囲は、ソウルのホームレスの集合地域になっている。また、ホームレスの簡易宿泊施設や、ホームレスの支援施設が多い。ありがとうございます。